3, 2, 1 FIFA ワールドカップオリジナルトロフィーが今お披露目となりました。So would you please look at the center camera? 真ん中のカメラをご覧ください。その手に触れることができるのは国家元首と大会を見事に勝ち抜き優勝した代表チームメンバーのみとされている世界にたった一つしかないこのオリジナルトロフィー、今2002年の FIFA ワールドカップ以来20年ぶりにリバウド様に掲げていただいております。そして口づけもしていただいております。カタールワールドカップでは日本代表が本物のトロフィーを掲げることを夢見まして、今まずはミニトロフィーが田嶋会長に贈呈されました。私たち日本サッカー協会は7回連続で今ワールドカップに出ています。そしてまだベスト16の壁を破っていません。私たちは今目標にしているのはベスト8クォーターファイナルまで行きたい、その夢を持っています。ただそれが夢ではなく現実になるという確信を持って今選手たちも監督たちも準備しているところです。残念ながら私は触ることできません。日本の代表選手ですらこのカップを掲げるという夢を叶えるためにもこの3試合は非常に重要な試合になると思っています。そしてそこで私たちはその上に勝ち進みたいと信じています。僕は2回ワールドカップ出たんですけど見たこともないです。本当に今日が初めて見ることができて、本当に興奮してる一人でございます。今の代表選手たちに掲げてほしいなっていう気持ちは多分日本中の、皆様がこう思っていることだと、思います。どこかでこう奇跡を起こしてくれるんじゃないかなと、僕は期待しています。